挑戦。日本最後の空手バカ小安慎吾、ジャパンの中で最も低い身長ながら天性の格闘センスで K-1 ヘビー級選手と互角以上に渡り合う。小安キックと言われるアクロバティックな蹴り技は驚異の的。本当に気を失うつもりで小安キックの方を出しております。はい。だが今日の相手に必殺小安キックは届くのか。ナンバーワンの長身堀飛楽、198センチの長身から繰り出されるキックで KO 連発。22歳の若武者がジャパンの歴史を塗り替える。身長差28センチ、小さな巨人が空を舞う。おっとリングサイドではあけぼの K-1 の勢力図は非常に目まぐるしく動いています。幾多の英雄が見つめる中、いよいよこれから最終ラウンドの第3ラウンド、最終第3ラウンド。果たして準決勝への切符を手にするのは青いグローブ小安か、今パンチがヒットしました赤いグローブ堀落下、小安キックを見せていきます。ここでもやはり自分の持っている全ての武器を出していこうという青いグローブ小安慎吾、常にプレッシャーをかけていきます。赤いグローブの堀落です。一つ第2ラウンドには赤いグローブ堀のアッパーが青いグローブ小安の顔面を顎を捉えました。ここまではなんとかお互い持ち味を出していこうというところ。小安の生命線はこのローキック。関根さん、突破口を小安つかめますかね。はい、今のところちょっとあれですね、堀選手が体がほぐれてきましたからね。あ、なるほど。1ラウンド硬かったんですけど、はい、膝です。徐々に良くなってきて、そのあたりはやはり28センチの身長差十分にこちらまで伝わってきます。体重もね13キロ違いますからね。そうなんですね。また堀落の場合にはトレーニング重ねてこれまでで史上自分の中で最大で迎えられたと。ああそうですか。言っています。膝です。膝を受けた長嶋さん、はい、だんだんとちょっと堀の方が押し気味になってきたかなという感じありますかね。そうですね。今のところやっぱり小安選手突破口開けないですね。開けない川村さん、というのは、ね、はい、やっぱり守りがね本当に堀選手いいので、小安サイドはね、はいはい、サイドに回り込んでからのキックだよと、はい、再三出てますね。なるほど。左右左右に動きながら回り込んで、縦の距離だと明らかに堀が強い。さあ膝です。そしてキック、ボディに打っていった。ボディです。今のパンチボディに入った。これはダメージあるか。膝追い詰められた小安。あ、堀選手が的確だった。堀が勝負をかけようというところ、的確に的確に言ってますね。言ってますね、小安選手は根性ありますからね。はい、もう堀の場合には赤いグローブ、自分は世界しか見ていません。武蔵さんの去年のワールドグランプリの活躍、嬉しくもなんともない、悔しさだけが残ったと言います。僕が今年はあそこの舞台に立たなければいけない、そう肝に銘じた2004年。体を揺らしながら堀がなんとか回り込もうというところなんですが、体を入れ替える形になりました。さあ小安、残りおよそ1分で意地を見せることはできるか。あ、打ち合いに来ましたね。打ち合いに来ましたね。ついに小安が来た。ローから、しかしハイ、これは距離を取る、飛び込んでいこうというところ。ロー蹴ってった。これはダウンを取られました。ダウンを取られた小安です。スーナックダウンシステムです。入りました。立てるか立てるか立てるか。小安、小安が立ちます。スリップ気味のところにパンチが入りました、ね、入りましたね。さあ合わせられて、あともう一回のダウンで負けになってしまう。小安キックです。今度はバックスピンで見せた。立てるか。これが小安選手のいいところですよね、最後まで気力を見せる。今当たりましたよ。本当に当たりましたね、さあどうだ。ミドルを蹴っていく。もうちょっとパワーがあったらね、はい、堀選手も決して打たれ強いタイプじゃないので、このローを蹴っていこう。しかし今度はハイ、ミドルがハイになります。今のパンチも良かったですよ。小安選手良かったですね、しかし一回距離がある。顔面を捉えた。最後小安選手も打ち合おうとします。打ち合おう打ち合おう。さあここで終了です。判定に入ります。さあこれから判定に入ります。出血が見られるのか、この顔面小安慎吾、果たして準決勝の切符どっちが手にするのか、いよいよ判定の瞬間です。判定の結果をお伝えいたします。いよいよ判定。ジャッジ黒住達也、29対28、決定します。赤堀開く、堀2票。ジャッジ友武隆雄、29対28、赤堀。ジャッジ大谷敦史、30対27。今高々と手を差し上げられ、いよいよ準決勝進出決定しました。